よし。もう最近ねリングライト新しく買ったんですけど、このリングライトダメですね。全然やばいぐらいダメです。シャイさんハートありがとう。最近はこのシリカの水を飲みます。 T シャツは女の子です。様子見たよ、めっちゃ見、そうなんですよ。そう、まだ見てない方もいると思うのでネタバレはできないんですけど、本当に頑張りました。もう体がボロボロになるぐらい頑張りましたね。シギさんハートありがとう。うん、今すまで少ししか見てないからちゃんと見る。ありがとう。かなちゃんがね、かなちゃんインスタ始めてたね。なんで身はあれですね、研究生なのでまだダメですね。でも研究生外れても、どうなんだろう、と遊郭行きたい。本当に行こうよ。思った以上にタラヤになるのは難しいよ。めっちゃびっくりしましたね。本当になんかあんな綺麗に落ちるんだってぐらいもうスルッと落ちちゃうし、何回も連続で落ちちゃったし、マジで頑張りました。ありがとう、嬉しい。あとありがとう。もうすぐ500日配信、嬉しいな。500日配信はじゃあ日曜日かな、九州だから。あ、違うわ、全然違った、全然違った、全然違いました。まだまだでしたね。ラプチノさんハートありがとう。プチの決勝はどうなんだろう、いつなんだろう、まだ分かんない。チャートリじゃないと練習できないのかな。でもこのターンチャートリじゃなくない、毎回じゃない。なんか言ったって言ってました、マネージャーさんに。やりたいですって言ったって言ってた。どうなんだ。ラプチノさんハートありがとう。激マカバラありがとう。
コメントアニで終わることができました。ありがとうございます。ひなさんかわいい、ありがとう。ハートもありがとう。コメントルさんバラ、ベヒマくんバラ、ありがとう。やりたいと、なんかでもマネージャーさんに言ってから結構ね待ったって言ってた。てかなんか最近さ鼻がさめっちゃコンプレックスなんだよね。なんか鼻こうやってマッサージしたらしても逆に大きくなるらしいし、だからやめたんだけど、なんかもう本当にコンプレックス、こうぐらいになりたい。もう鼻だけが本当にコンプレックスです。自分の顔面で全部なんかあれって、どっかなんか人間と変えれるってなったら絶対鼻を交換してもらう。あと唇、本当にコンプレックス。どんこんにちは。もう鏡見るたびになんかどんどん大きくなってるなって思う。成長してる鼻が。なんでだろうね。困る、ちょっと。柏木さんありがとコンプレックスはシャンプーだよ。好きだけど特徴って本当に、ボブボン可愛い、本当に嬉しい。最近つむむらさん見ないなって思ってたんだよね。なんか無理。こうやってさ配信してたらさ画面にさ自分の顔映るからさ病んじゃいます。そんな見ちゃったら。文化祭と体育祭お疲れ様。お疲れ様です。いや文化祭多分もうまだまだなんですけど楽しみ。でも文化祭、三重の学校の文化祭は文化祭らしいことしないから、癖あってても本当に宿題終わった、宿題は終わってません。てかあれはあの月曜日、来週の月曜日に提出なのでまだいいやつです。早く終わらせろって話ではあるんですけど終わりません。みーさんありがとう。結構忙しいんです。いいよ忙しいよね。
タオルの写真とエビスのありがとう。今日も大好き。嬉しいです。ギリギリまでやらないタイプなの。いや違います。いやなんかやってないけど、昨日ちょっとやったし、学校でしよう。他のメンバー配信しながら一人ごとにしながら問題です。何され、小路さんありがとう。今日元気出て食べてます。それじゃあ私の大好きな家族の作文書いたやつにね、あれしてないです、翼入れるの忘れてた。最悪。でも今から直すのも時間かかるから直さない。で土にね栄養を生かせていきます。土がちょっと湿ってないんでダメらしいので、土湿らせまして、家族なのに寝るの忘れてた。ウィーフォン、あのウィーフォンなんかでやってる、やってないけどやってる。ゆうたさん、ハートありがとう。おいでおいで。痛い。翼をね、見たことない人もね、いると思うので紹介していきますね。お、この子は翼っていう名前のクワガタです。これ、怪我してるんですよ。片方ないんですけど、ないけど頑張って生きてる、生きてますます。ジャガさんありがとう。キタさんありがとう。そう、生きてます、頑張って。かわいい、かわちい。本物、本物だよ、生きてるよ。なんかミューの庭、家の庭じゃないの、家の駐車場があるんですけど、そこでこうやってもうなくなりそうなぐらい弱ってたから拾って飼ってます。もう2ヶ月ぐらい経つかな。かわいいでしょ。トントン21さんありがとう。羽はもうね、ここがないんですよ、この子は。反対側がだから、こっちを多分もう復元することはできなくて。可愛くない？でも大好きなんだ。頑張って生きてくれてるのが好きすぎる。こっちに飛び乗って、よいしょ。ソーラありがとう。ハト、餌はね、ゼリー。水っぽいのは言われそうなの？とね、土は湿らした方がいいから、このこれを土にやって、食べ物はゼリー、昆虫ゼリーみたいな、ゼリー食べさせてます。最初はね、何すればいいか分かんなくてトマトだったんですけど、トマトとか野菜とか。神照さんありがとう。もう止めないの。ナイス救助でしょ。
てなさんありがとう。ミヤマクワガタか、かわいい。かわち土ケーキなかなか、ありがとう。なんで怪我してるのかわかんない。なんかもう拾う時にもうこうやって怪我してたから、かわいそう。結構なもう何回も噛まれるんですけど、死に方なので怪我ってされない。本当にかっこいい。ありがとう。かっこいいよね本当に、この独特な。何やられたんだね。なるほどね、頑張ってるね。すばらありがとう。柏木さんありがとう。見た目の割に好きなんです。挟まれない、もう何回も挟まれてる。見るえってぐらい。大ちゃんありがとう。かっこいい、それの。ユニありがとう、リボーした。こうやってなんかこうやって振ってもこうやってギュッてしてくれるとこが好きですね。うん、かわいい。頑張ってます。朝起きて、あ今日も生きてるって思って学校行ってます。なんかずっと固まってることもあるから生存確認が難しいんですけど、頑張って生きてくれてて幸せ。そうです。細すぎたか。羽は多分ねさっき言ってくれてたんだけど、鳥かなんかにやられちゃったのかわかんないんですけど、確保する前から怪我しててかわいそう。そう、ちゃん定食さんハートありがとう。掴む力はねどのぐらい、どのぐらい、結構でも強いですね。このキュッて結構そんな感じです。挟むか、挟む力。散歩、散歩はしない、しないかな。このよいしょ、このこれにねいつも入れて観察してます。葉っぱとか、葉っぱにねこうやって包まっていつも寝てるので、うん、こんな感じ。今年はねクワガタとかカブトムシとか取りに行きたかったんだけど、なかなか行けなくて。プレオシズニーさん、桃太郎さんありがとう。割と大きい。そう、最初もうちょっと多分ちっちゃかったけどちょっと大きくなった。え、もうさ多分いないよね、木とかにも。もうこういうクワガタとかもういないよね。餌はゼリーをあげています。ててててて、いいね、ありがとう。よいしょ、ててててて、こうやって意地でもこうやって確保してから。そうだね、なんか水、あのこれ入れてます、土に。結構なんか
ケージとかなんかカゴとかは持ってなくて最初は、けどだから捕まえて、そう捕まえて買ったんだよね。トンボだよね。しこマジいるならもうみんの家まで届けに来てください。ちゃんとさんハートありがとう。かわいすぎやろかい。ちゃんとさんハートありがとう。おう、オープンねえな。好きです。関西カウトしてみよう。え、まあ、夏います。もういないかな。9月だし、さすがにもう秋だからいないですかね。でもなんか最近全然さ、暑いからさ、まだおまだ暑いから、え、秋服とかさ買おうと思うんだけどさ、なんかボブにしてから白色が似合わなくなってるんですよ今。なんか T シャツはまだいいんですけど、白いこういう服が似合わなくて、そう似合わないんですよ。秋地私似合わなくて、似合わないから黒とか茶色系の秋服を買おうと思うんですけど、何がいいんだろう、どういうのがいいかな。こきちゃんはね苦手ではないんだけど、でもなんか顔は可愛いですよね。顔は可愛いと思う。あ、スマホの裏側に行っちゃう。頑張ってね、見上げてきてね、ありがとう。中旬まではもうしよう。え、本当に最悪結構最悪。目が涼しい方が好きとか言うけど、でも寒いのは寒すぎて無理だから。え、本当に思うのはイルミネーション見好きなんだけど、めっちゃ見に行くのとか見るのもめっちゃ大好きなんだけど、本当に寒さに耐えれないからすごいなって思う。なんかイルミネーション市内にめちゃくちゃあるんですよ、イルミネーションあるんですけど、もう寒すぎてそんな入れない、ずっと目はちょっとふわーって見て写真撮ってぐらいはいけるんですけど、ずっとあの空間に行ったら目凍え死んでしまうってぐらいって感じ。大きめかわいい、ラブ。ほん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 。そう、愛犬がワンちゃんが3匹いるんですよ、宮地には。だから食べられちゃわないかなって最初心配だったんだけど、ちゃんと食べられてないです。一匹ね、ちょっと凶暴すぎるチロルちゃんっていうワンちゃんがいるので、あの子がねやばいんですよ。今年こそはさ、なんだっけ、ヌプシみたいなやつのダウン絶対買うって決めてるんだよね。つばさんはメンフォン持ってないなって。そうだよね、ダウン着ても寒い。元気すぎます。
昨日の作文書けた？まあ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 月曜日には終わらせればいいから、まあ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 ドリミネーション、家が静かにな、家静かにならない、ちょっと毎回行ってみたいです。ぜひ来てください。本物のこれはカブトムシではなくクワガタですね。うん、生きています。お願ってる。そう、拾った救助した時にはもう羽がね、もうこうなってて。そうなんですよ。似てないですか？みーがこれ描いたうちわのやつなんですけど、結構似てるよね。翼イメージ、翼をイメージして描きました。クワガタになりたい。虫平気なの？ねえ、みーはね、いつも言ってる通り虫さんが大好きなので、昆虫類。なんかちょっとまあ苦手って言っちゃいけないけど、ちょっとうーんって思っちゃう虫さんもいるけど、でもほとんど大好きです。かわいいので。みんなね、生きてるじゃないですか。みーも生きてるし、そうやって思ったら平等だなって思いますね。かわいいし、かっこかわいいみたいな。前なんか出た時にね、出ましたね。大変だったよ本当に。このタライコギ、皆さん見てくださいね。めっちゃ頑張ったので。クワガタイドル、虫は苦手ですか？見は得意です。本当にみんな生き物なのでね、結構やっぱ気持ち悪い気持ち悪いってみんな言うじゃないですか。こういうの見て、1億人にバズれんのの時とかも、虫さんを触る機会があった時に、運搬を見は任されたんですけど、本当に気持ち悪いね。やっぱね、出ちゃうよね口で。確かに見た目は気持ち悪いって思う人もいると思うんですよ。こんな急に見せられたのね。でもね、心の中で言ってほしいなと思います。なんか自分だってさ、気持ち悪いとか言われたら嫌じゃないですか、普通に考えて。けど生きてるんで絶対聞こえてると思います。それは小学校の時、アゲハチョウの小さい方の幼虫から羽ばたいていくまで家で育ててた。そういう感じした。え、すごい。でもスズメバチ来たら逃げるでしょ。え、でもハチとかって逃げない方がいいらしいですよ。ゆっくり後ずさりする方がいいらしい。うん、虫さんって、え、なんかさ、聞こえてくると思うの、それって。みーは絶対聞こえるはずなんですよ、こうやって言われたら。グワって今
この顔見てください。この 目元めっちゃ可愛いので、思っても内心で言って逃げるだけにしましょう。ラピンチノさんありがとう。ミはアイドルやっている中でね、虫さんとかこういう気持ち悪いとかいう人がやっぱいる中いると思うので、そういう人を少なくできればなって思いますね。それも一つの夢です。かわいいね、言われたら嫌でしょ。自分が言われてなかった人にしない、人っていうか動物、生き物にしない。あきらさんありがとう。スイカに入れて、え、スイカに入れたの。本来は人間が怖いだけでいく。え、そうだよね。確かに今目の前にクマが出てきたらあって思うけど、でも後ろ向いて逃げないのが一番だし、しかもイノシシってミュンチ家があるじゃないですか。でこっちに結構森みたいなのがあるんですよ。森みたいなのがあって、そこから結構ミュン何回もイノシシに遭遇したことあるんですけど、でもマジで一回なんかチャリ乗ってて、友達は歩きだったんだけど追いかけられたんですよ。普通にこうやって森の下からこうやってうわーって降りてきて、大きいのが。だけどその一番最初はどうしていいか分かんないから後ろ向いてグワーってダッシュして、友達と二血して逃げたけど、でも絶対これはマジで追いかけてくるから、ゆっくり前の前後ずさりで逃げた方がいい。ハチもお姉ちゃんがね、なんか後ろ向いてこうやって逃げたんですよ。そしたら追ってきたから、ゆっくり行った方がいいって聞きました。あれってなんかくすぐったい、めっちゃけど可愛いんで許しますねめっちゃくすぐったいんですよこれ。ライセーだ、ちょ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 、小学生まではだって今カウトのカウトをして無理って言わないでください。無理って言ったら傷つくでしょ。ちょっと苦手なんだよねはいいけど、無理は内心で言うようにしてください。みやめんどくさいやつって思われると思うんですけど、こうやって言ったらめんどくさいやつじゃなくて、そういう世の中にしたいので。かわいい。でもなんかありがとうアイドルね。イノシシ、そう。イノシって急に曲がれないの？そうなの？森だけに話もね。え、違う、ほんまだよこれ。マジで、それ一番最初に。出会ったのは小4ぐらいだったんですよ、イノシシに。ちょっとマジで怖くて最初は。しかもなんかちっちゃいさ子供みたいなやつも出会ったことあるんだけど、子供ならまだいいじゃないですか、けど結構大人のでっかいやつに出会ったことあるから怖かったマジ。はい、ということで危ないんです本当に。こんな感じで、よいしょ、翼の観察日記でした。よいしょ、挟む力強いの、指入れても、さっき指入れたよ、さっき指入れて噛まれましたいつも目噛まれるんですよ。挟む力強い、めっちゃ痛い、うわってなる、こうやってビクってなるぐらい痛いです。マジであやばい
もう手切れたぐらい、なんか髪で手切れたより痛いぐらい。ティッシュのやつ全然違うね。そんなこと言わないで。まあまあまあ、じゃあそのなんか書く時の時はあのなくて、翼が持ってなかったの手に、だからです。分かった。痛くない？痛いよ、痛いよ普通に。松ぼっくり、トゥ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 。なんかママにもね結構言われたんですよ。もう本当に気持ち悪いって言われるけど、マジで内心で言ってって思いますね。だって絶対聞こえてるじゃん。人間だってこうやって悪口言われたら耳に入ってくるわけじゃん。でそれって生き物も全部そうだと思うの、生きてるので。そうやって聞こえてないからって言ってこうやって気持ち悪いっていうのはマジでやめた方がいい。絶対聞こえてるから、だから噛んだりするんだよ。ミは言われてないけど噛まれるのは仲がいいので、多分それかミがこうやってねわざと手入れてるからだと思うんですけど。お姉ちゃんは虫、お姉ちゃん虫苦手だと思いますね。苦手はまだいいじゃん。でも無理っていうのはミーは傷つく。なんかミーポン無理なんだよねとか言われたら嫌じゃないですか。それと同じ。13位ジャガ32、ヘラプチーノ31、ボヨン星人30位、239位ユキマくん、8位桃太郎さん、7位マヨヒナさん、6位ユニャン、5位カシアギさん、4位スバル、3位ちゃんとさん、2位キトさん、1位は天童さんでした。ありがとうございました。そうだよみゆ、昨日の学校帰りの時にスキーバーガー食べたんですけどマジで美味しかった。ふわとろランチュラみたいな卵パンがなんかね黄色いやつ、めっちゃ美味しかった。あれやばいやばいって感じで。それじゃあ皆さん配信見に来てくれてありがとうございました。明日も配信見に来てね。明日は何時かわかんないんですけど、あ、そうだよ、日曜日は18時ぐらいからお礼配信するのでぜひ見に来てください。バイバーイ。